はい、ご視聴ありがとうございます。マシュです。ウィニングレブン2018マイクラブ、本日も実況を行っていきます。さあ本日はですね、今映っております、レジさんですね、私がウィレを始めてですねオンラインしてからですね、まあいろいろとこうブログ仲間、そうですね、作りたくてこう探してる時にレジさん、ホームページを拝見させてもらってですねすごく、親しくさせてもらっております。非常にねサッカーに関しての知識豊富な方でいろいろとね学ばさせてもらってます。今もずっとね。で今回試合をですね動画撮りたいっていうことで話したところね、ここでよく受けてくださいましたので、その時の試合をね皆さんに拝見してもらいたいと思います。もう試合に関してはですね毎回そうなんですけど、ほとんど本当、点数、互角な戦いでですねまさにライバル的な方なので、手に汗握る攻防を見れるかと思います。うちの方のねメンバーに関しては、そうですね、クアレスマとかですね、そこら辺のところメンバークヤテとか今内側派がメインメンバーとしてね考えている、選手たちで構成している育成組の連中ですね。さあでレジさんはマルメ FS ってことで、このチーム、2018今回初めて、使ってるってことで、ね、ちょっと私も知らなくて、勉強させてもらったんですが、さあキックオフです。ご覧ください。ムハンマド・サラーがいるんですよね。サラーがやっぱり厄介ですよね。ドリブルが、クアレスマがね今度結構今回絶好調なんで、清武ちょっと前回ねトミーさんとの試合でいい感じの攻めが清武をバイシクルでやってくれたんで今回も期待したんですが、いやー決めたかったですね、清武これね。もうこうなれば清武でしょということで、レベル50ですからね、清武。おお、惜しいとこでトラップ。おーし、さあ、いった。ああ、クアレスマ。完璧力みましたね、これね。いや軽くちょっとクアレスマのキック精度だったらね、いや全然問題ない。これはクアレスマ、これショックですね、これね多分本人、いや申し訳ないって感じですよ。ちょっと力みすぎましたね本当に。さあさあさあ、もう本当レナト・サンチェスはもううちのチームからもう外せない、もう重要な中盤のファクサーになりましたね。ラムジーもうねレジさんと本当試合がもう非常に多くさせていただいてるんで、もうなんか選手この人だとこの選手すごく似合ってるよねっていうのがなんかすごく気に感じるんですけども、その中でレジさんが使うっていうと、ね、ラムジー必ずレジさんがいるところにいますよね。イメージでは私の勝手なあれですけど、中盤ラムジーとセルフィオ・ブスケツってね、これはいつも脅威に感じてるメンバーなんですけど、あー、危ない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 、やっぱりトラップする瞬間狙われますよね、怖いですね、あれね。フィジカル強くないと吹っ飛ばされちゃうから、ちょっとああいうディフェンダー関係の選手はちょっとトラップは本当に気をつけないと。さあムービングでいったボアテングの、ちょっと今回ねムバッペを招集してます、あえてね対峙悪くても。さあさあさあ、ボアテング出るな、怖い怖い怖い、ボアテングがね食ってフォアチェックで出てくるの、おーしナイスカットサンチェス、おーおーおー、ルーレットちょっと慣れないことすると他のメンバーがビビりますねボアテングのルーレットですからね、ちょっと遊んでみましたけど、あーオッケーオッケー、いいよいいよ、シャペをねちょっとキャンセルかけてみましたから、あースルーをもうちょっと勢いよく出せれば今良かったですけど、あーうまい、うまくねダブルタッチで返されましたね。さっき、あこれ怖い怖い怖い、ボアテングオッケー、おーナイスナイス、今の割れながら今ちょっといい、うまく逃げれましたね。
say the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. 今のクアレスマがね中央に行き過ぎている気がしましたね。ああ怖い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 。やばいやばいやばい。あぶね。ちょっとセンターバックのあの連携が取れてないですかね。今はもう明らかに危なかったな。ナイス清武。今の清武らしいいいパスの出し方でしたけどね。いや怖い怖い、オフサイド。プレスに行くタイミングがねちょっと私読まれてますよね、デイジーさんに。Looks to slip it through. Going through. クアルスマ頑張れ。さあ。Tips it in. ちょっとね、皆さんも私の使ってるメンバー知らない、ね、このアランナなんかも知らない人多いと思うんですけどね。あの伸びしろを重視で選んだ銀玉の両サイドバックですね。RSB と LSB は。リロランもそうだし、ピンポイントクロス持ってるなと集中的に選んだ気がするね。やっぱりね、本当銀玉の良さは人が使ってない選手を使うっていうそのあれが大分ですよね。みんな同じ選手使ってるのに試合ってどうもやっぱりつまんないんでっていうのもありますけど、ムバッペはねみんな使ってるからですけど、あーやばいやばいやばい。今のあれはね、あんなとこをカットしに行かないでサイドをちょっと走って、ま、あれですよ、マークつけた方が良かったですね。いたずらにねすぐ借りに行こうなんて思っちゃいけないな。プレスと、わあ今のは、うわ怖い、これは怖い、危ない今のは、いやーどう見ても今のはまずいだろう。それまででも、そう、それでいい、それで清武、おっと、うまくいった。さあ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 、ああなんだ今のドリブル、リフトさせちゃいましたね。ネイマールとかだったらね、あそこでポンと上げてこうシャペルに自分で持ってったりリフティングしながらもっていうテクニックありますけど、ちょっとムバッペじゃダメでしたよね。いいとこだったんだけどね、ゴール前で自分でね、そのちょっと目を積んじゃってますよね。Interesting half, just missing goals. So don't be surprised if the second half brings a change to the scoreline at the break. 0-0. And the action is back on the way. Tight old game so far. Can that change now? Ah, うめえ今のかわし方。あれプレス一体やれると、うっと一瞬こう言葉詰まりますよね。とりあえずね、私も打開したくてちょっと、今のいかん、今のはいかん。せっかく逆サイドにうまく展開したと思ったら、あっとっとっとい、あごえー、いや、今のも怖いぞ、おい、バックス陣。なんとかね、と返しこの開始直後って本当ちょっと危ないですからね、冷静に言いたいですけど、
お清武、いいぞ清武今の、うん、やっぱりね、フライ系のパスが来た時には間を詰めるっていうのが重要ですね。今のあれだな、よしナイスカット、よし、いやそっちじゃねえな、クアレスマの方だな、おいったー、ムバッペ、さあ1対1だムバッペ、今のはですね、唐揚げさんの唐揚げループのあれですね。いやー、下手くそなんだよな、俺な。唐揚げ先生にはちょっと今もね、仲良くしていただこうと、今、いろいろとお話ししてますけど。いやー、唐揚げループはやっぱ難しいですね。力の加減が。あたたたたたたた。今のネイマール。ループに関してはね、通常のノーマルループよりカラグさんのね、チャマ君命名のカラグループがすごくいいっていうのは、私もおお、カラグさん来た、ね、いろいろやったんですが、さあ、アーリークロスかな、あ、ダメか、まだ今ね、新しくフレンドになってもらって、私のもう本当に、よし、ナイスセット、くー、今のは決めてほしかったな、本当に、教授格って感じでね、私は あえて教授って呼んでる金先生ですけども、その金さんからね、普通 の, ループで今作全然いけますよっていうね、ちょっとお話いただいて、金さんとの試合でもね、彼がモイズ金で、私でガンガンこのやっぱループシュートを決めてるんですよね。ですので、ちょっとあえて、やっぱり、ノーマルループは、ある程度のね、ラインから考えた方がいいかなっていうのはちょっと考え始めましたね。まあ、大体斜めのカットインしてきた時に、ゴールキーパーなどにね、ループかけるっていうのが、なんかスタンスとしてはいいような気がしますけども、ということで、いや、ちょっとさっきからね、いいゴール前での攻防になってましたが、さあ、さあ、じゃーん、プリちゃんか、プリシッチ、まあ、エデルが出てきましたね、厄介なのが。レジさんがツイッターでもね、エデル取ったよって言ってたんで、気になったんですが、スパサバあるんでね、エデルね、セカンドトップで。よし、ナイスキープ。うん、サパタ。デバンサパタはね、ちょっと私苦手なんですけど、あー、いい取りだ。よし。あー、いらねえ、戻しちゃった。おうおうおおお、あー、いいとこに持ってかれたな。しかしですか、ナイス、あー、今の連携が通れば面白い攻めができたんですけどね。おー、怖い怖い怖い、おい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 、トラップの瞬間が怖い。今のあれ、レイジさんあれですね、シュールレか、これもまたスパサブですよね。アンドレ・シュールレ、今のこれループ来たら危なかったな、これ。あー、怖い怖い怖い。これ今回うちキーパーずっとこのとこ調子のいいラフォンを使ってますけど、やっぱりおすすめですね、ラフォンね。シルバーのゴールキーパーとは本当思えないぐらいいい感じで頑張って止めてくれるので、まあ、うちはゴールキーパーがすごく貧弱なんですけど、まあ、ガチャ的にはしょうがないですけど、ね、私がやってるのはノーマルなんだけど、ね、期待しているドンナルマが、ね、弟があんな感じなんでね、ダメだからもう、さあ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 、うん、いい感じよ。あ、シャペル失敗したな、おサパタシャペル、いやなんかね、今皆さんサパタ持ってる方いらっしゃるからですけど、デバンサパタかなり、ね、ボディーパワーがある選手で、92ぐらいだったかな、レベル30もっとあったかもしれないな。私かなり最初からラッキーと思ってスパサブアールも使ってるんですけど、いかんせんどうもね、ゴール前での技が私出せなくて、うまくいい結果を出してないんですがね、ポストプレイヤーみたいな動きでかなりいいボディを発揮してくれるようなことを願ってるんですが、動きを見てるとね、本当にイメージ的にはね、レバンドフスキーみたいなね、そんな感じで私見てるんですが、そう考えるとレバンドフスキーって本当に使いたくない。ナイスカット、ね、やっぱり黒玉の選手ってのは早く手に入れたいですね。ナイス、ただ足寄せ、ここね、
そうでもまあまあ今のよく加速できたな、そのでかい体でネイマールおーサンチェスですね。サンチェスいいプレーしますね、本当。あー後半も終わりですね。さあ0対0で延長戦に入ります。わあ悪くないです。パス成功と見てると、あーセーブね、やられまくったけど、プリジジさんの方があのポゼッションとしては本当に支配してるってのは分かりますね、試合をね。どうしますかね。結構ね後半いいゴール前での攻めがあったんですけど、いまいちあのセーブ4回ってことでねされてしまったんで、こういう時でのね攻め手がどうしても自分の場じゃないんで、1対1が決められないっていう、なんかこうそのキーパーのね脇をこういける、あるいはそのちょっとやっぱり本当に上で得意な方ならあれだと思うんですけど、そのミドルからのねアドバンスシュートっていうのがやっぱしまだ全然私下手くそでできないんで ね、もう5年以上もオンラインやってるんですけど、上ではダメですね。アドバンス打てれば多分いいような感じで決まるんだが、あ今のはチャレンジとしては悪くないと思いたいですけど、ナイスカット、サンチェス、よしネイマー、あーネイマーネイマー、いやーそこが重要なのよネイマーちゃん。私無課金なんであれですけど、本当にこう無課金でねネイマールみたいな1回でね引いてきてくれたっていう黒玉のレベル30だったんですけど、ありがたいというかもう愛しくてしょうがないですねネイマールね。あぶねー、ダメだ、今おーラフォンが手を挙げてる、今のスルスルってパスは怖い。いやー今のちょっと見ててドキッとしましたね。さあ抑えろ、これなんとしてもシボアテングニアを警戒しますけど、オッケーオッケー、いいよエデルか。やっぱりねコーナーはニアをやはり警戒するのがベストだと思うんですけど、こういう時にはねやっぱねボアテング先生、もううちのボア様がやっぱ役に立ちますよね。最初ねロナウドが来なくてショックを受けた時もありましたが、やっぱり二所属ってことで取れるフォア様は最高ですね。あちょっとね、おしちゃくー今のはちょっと強く打ってきましたが、もうボアテングさんだ本当だから今となっては思うけど、ボアテング取れたのは一番良かったかもしれない。普通じゃ取れないですからね。さあここは行くな行くな行くな、そうそうそう、リドラ、そうリドラ戻れ、さあクヤテクヤテついていけるか、あーやばい、あーいや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 クヤテやられたね。いや実は今回のこのメンバーの中では実はクヤテが一番ちょっと、うわーニアズゾンですね。あー延長戦のここに来て、あーベルナルドシューバー結構足速くて背高いじゃないですかね、シューバーに。うわーいやいいとこでね持ってかれましたねクロス。いやレジさん見事、いや実はクヤテがまだねレベル1だったっけな、まだ本当にこれからね育てようと思っている選手なんでね、やっぱり確か今総合値69だったんですかね、レベル1なんで。
CB にすると74になるんでちょっと期待してみたんですけど、やっぱねボアテングの相方としてはすごく弱すぎますけどね。いやいいとこでベルナードシルバに疲れたな。おネイマイ、よしよし。さあサパタ、そこでボディパの力を発揮したかったが、フィジカル的には本当に強いんですけど、私使い切れないな。いや、サンチェス、いい動きしてる相変わらず。うわぁ、ミヤコンうまく使われるな。おし、オッケー、ネイマール、頑張ってる、ネイちゃん。よし、サンチェス。さあ、さあ、サパタ、サパタ。ネイマール。いった。ああ、もう攻め手に書いてますね、本当ね。おお、ラムジーだ。あ、やばいやばいやばい、それは怖いって。危ねえ、今のクロスを警戒してね、ちょっとバッていっちゃいましたけど、悔やてで。いやー、見事でした、レジさん。いやー、負けましたね、0対1でした。あれ、惜しいシーン、タッツだったね。左足で打ったんですね、清武。カバンとこダブルタッチみたいにして、これもクアレスマ、これクアレスマ悔しいだろうな、本当。クアレスマならね、本当にゴールシーンとしてはもう、あ、これも危なかった、これも悔やてですね、ついてんの。おー、わー、ボアテングの股下行きましたもんね。あぶねー、ラムジー。さあ、そしてこれシュールでね、出てきた時、これは危なかった、これ。ああ、もうちょいワンドリかぶけてループでポンってやられたら、本当ちょっとラフォンやられたら、これサンチェスかー、これも強烈だったんですかね。サンチェス見事でした、キーパーマンダンダですね、確かね、レジさん今回なんだ、やるな。さあ、またシュールで、シュールでかー、これシュールレいいっすよね、動き。おー、偽球みたいな感じで突っ込んできますね。さあ、そしてエデル。さあ、出たベルナルド・シューバー、エデルがアシストですね。もう後半上げてきたあのスパーサブ組がいい動きしてますね。やられた。いや、見事なエデルのこれ足ね、いいクロスですね。トンとこう叩きつける感じでボールを浮かしてますよね。技術的に見事なエデルのクロスでした。いやー、お見事、レイジさん。まあ、悔しいなー。あー、ベルナルド・シューバーが OMF、 OMF じゃねえや、マン・オブ・ザ・マッチですね、 MOM。 はい、こちらはですね、これからちょっとこうやって乗っけておこうかと思います、記念も兼ねてね。第11節からフレーマー始めて映像を、今第14節という形で映像系が入ってきましたけど、今こんな感じで、今回も負けましたんで、レジさんありがとうございました。またね、フレーマーと引き続き仲良くしてもらえればと思います。はい、試合はね、負けてしまいましたが、気持ちを取り直してまた次に、挑んでいきたいと思います。皆様もですね、ぜひとも、私とね、こうやって映像を残してほしいっていう方いらっしゃいましたら、フレマ一緒にやって仲良くしてください。ウィーレをね、ぜひ一緒に盛り上げていきましょう。負けるとやっぱりちょっと気落ちしますね。はい、また次回もいい動画撮りたいと思います。お楽しみください。ありがとうございました。